どうもスーツです。私今ね自宅に来てるんですけども、あの小野田さんご存知だと思うんですが、小野田さんのお使いになってる、アクションカムというやつね、FDR、なんちゅう 3000X ってやつかなというやつをね買いました。確か69,000円ぐらいで買いまして、それからメモリーカードとかもいろいろ買いましたんで、今回ですねちょっと90,000円ほどの買い物をしました。で、まあ小野田さんのマネコシを買ったわけではないんですけども、これちょっとですね、どんなものを買うかってまあいろいろと調べたりとか問い合わせをしたりした結果、小野田さんと同じやつをおすすめされたんで、ああ、じゃあ小野田さんとお揃いだなと思ったわけですけども、まあ、今回これ紹介しようと思います。まあ、あんまカメラの紹介しないんですけどね。なんでこれわざわざ紹介することにしたかっていうと、まあ、私いつもでかいビデオカメラ使ってるんですよ。しまってくださいね。まあ、いつもこういうやつで撮ってるんですよ。で、これなぜ使うかというと、鉄道とかの映像を撮るのに、まあ、飛行機でもそれから観光地でもいいんですが、ある程度しっかりとしたズームをした方がね、映像がかっこよく撮れる場合が多いと。で、やっぱ鉄道を中心に紹介してるんで、かっこよく撮れなきゃいかんと思ってですね、ずっと、このビデオカメラ中心でやってまして、まあ、それ別に今後も変わらないんですが、まあ、最近ですね、新型コロナウイルスの関係で、まだまだ鉄道に実際に乗車するということは、まだ先のことになりそうだということで、自転車の動画などを、最近では多く出しております。で、これはですね、まあ、なかなかも、で、今度ちょっと大掛かりにまた自転車に乗るような、企画なども考えておりまして、まあ、すぐにはやらない予定なんですけど、で、これヘルメットを買ったんですけどね、まあ、ヘルメットは安全のためにあった方がいいなっていうのを思ったのが、それが一つと、まあ、それからですね、これに、このカメラをこう装着するじゃないですか。で、これでブーっとこう動くことによって、まあ、皆さんにですね、自転車からの映像をリアルに見ていただくと。まあ、それから、このカメラなんですけど、旅行 Vlog っていうのかな？なんかそういうのを作るようなね。まあ、要するに私と同じようなことをやる人が結構なんか好きらしいんですよ。これとあと GoPro ってやつ。で、まあ、私はそういうアクションカメラみたいなのは、まあ、好きじゃなかった。まず、なんか撮ったら、そこでなんか画面が表示されてなくて、どんな風に撮れてるかわからないっていうのは、やっぱちょっと心配なんで、ね、あんま使いたくなかったんですけど、まあ、でも、旅行系の人たちは人気で、で、まあ、なぜ人気かって言ったら、やっぱり広角で、自分の動作とか、周りの光景をつぶさに映すことができるから、だからいいわけですね。ちょっと私も買ってですね、今回レビューちょっと試し試運転をしようと思ってるんですよ。よろしくお願いします。まあ、こんな感じで腕につけることができると。まあ、だから、いつも別にこの画面見続けなきゃいけないわけじゃないんで、例えばどっかに固定して撮影しといて、で、ちゃんと撮れてるかなっていう時にね、こうやってこう確認すると、ああ、大丈夫大丈夫と思いながらやったりとか、まあ、そういう使い方ができる。うお、もう充電が減ってるな。その肝心の充電なんですけど、どうやってやるのかと言いますと、ですね。まあ、まず、せっかくなんで、ついでに紹介しますが、一応レビュー動画なんで、ね、まあ、こんな感じで中にバッテリーが入ってて、もうなんかほとんどカメラはもうバッテリー以外のスペースはほぼ取らんみたいな感じですけどね。で、マイクロ SD とかを入れるようなところも、似たような容量で、すぐこの辺にね、こう入ってるんで、パカッと開ければ出るわけですけども、これ一応蓋閉まったかな？閉まってるな。この締め方でいいのかな？ちょっと全然わかんない。皆さんはもうちょっとしっかり調べてやってくださいね。てか紹介する側がまともに調べないで紹介するのもどうかと思うんですけど、説明書もまともに読んでないんですが。で、それから、このレンズとかもあんま下にしない方がいいんだろうけど、あ、これですよ、これ。ちょ、布団のところでやりますけど、こういうですね、差し込み口がありますんで、携帯電話みたいな。これで挿せば、モバイルバッテリーでの充電もできますよと、いうふうにソニーの人が教えてくれました。これ便利ですよね。これ充電できてんのかな？できてるようには見えない。あ、多分あれなんだな、これ。電源に接続してる状態なんで、電源落とせばランプがついて充電されるんじゃないかな。つかないな。もう充電されたのか、これ。ほら。あ、された。ほらほらほら、これ。ランプがつきました。で、まあ、一応このバッテリーがですね、取り外されている状態であっても、電源に接続していれば使えると。ただその代わり、おそらくなんですが、起動しているときに、充電しながら、一方でカメラを使うということはできないようです。だから、まあ、ちゃんと電源オフにしておかないとということですね。これ大事。まあ、なるべく暗い時間に撮り始めた方がいいだろうと思って急いで来たんで、もうちょっと明るくなっちゃいましたね。今ね、3時57分で、当てもなく東京駅まで来たんですが、これどうなんですかね。暗いところの撮影の能力から言ったら、やっぱ、いつも使ってるビデオカメラの方が撮りやすいのかなという気がするんですけど、カメラが小さいんで、すごく撮るのが簡単でいいですわ。ビデオカメラは結構大きくて、行儀惜しい撮り方になりますからね。どんな風に映ってるのかな。あら、これ消えちゃってんな。これじゃダメじゃんね。画面、なんか押せば、あ、押したらつきましたけど、こういう感じか。ちょっとなんかでも暗いような気がするな。あんま暗いところで撮るようなやつじゃないのかな。だとすると困るんですけどね。まあもしかしたらまだ設定変えられるのかもしれないですけど、まあ画角は確かにいつもより広いですわな。あと、これですね、まあ似たような、うるさい、似たような、
こういうアクションカムのやつとして GoPro ってやつなんですけど、 GoPro のやつとそれからこのソニーの、私の今使ってるやつがよく比較されるんだそうですが、ソニーのがなんか音がいいらしいですね。まあ私はそれを一応決め手として買ったつもりです。まあこういう感じでね、上に取り付けることができると。まあ本当はこれ多分上じゃなくて横に取り付ける用だったみたいなんですけど、横にね取り付けてみたら重いんですよ。で首がなんか常にこう片側にこう重くてこう寄ってしまうという形になりましたんで、まあ上の方がバランスが取れていいのかなと、私が勝手にアレンジしてね、正面向きにセットしてますが、これ取れるのかな。まあちょっと被ってやってみましょうね。ちょっと目立つけどなこれね、この角度の調整が難しい。まあこの左右の角度はこれ動かせるようになってるんでいいんですけど、どうかな。まあこれを見ながらですね、手元にあるこれと確認すればいいということなんですけども、まあいいかな、こんぐらいで多分いいと思うんですけどね、ちょっと難しいな。でそれからですね、苦戦しまして今4時8分なんですけども、この上のところにですね、まあ、こんな感じで結局まっすぐつけることもできるみたいだったんで、これでね前後左右に角度、左右はできないけど前後の角度調整ができるから、まあなかなかよく止まったんじゃないかなと思いますけどね。やっぱまあ明るさに関してはこの携帯電話なり、それからビデオカメラなりその他の機能の方がどうも上回ってるような気がしますね。で今ですね、この手元にあるこれ多分映ってたと思うんですけど、これを見ながら映像を撮影してるわけですが、まあなかなかでもよく撮れるんじゃないですか。夜の暗いところにはそんなに強くないのかなっていうような気はするけども、でも全般的に、よく綺麗綺麗綺麗だわ。この丸ビルと新丸ビルなんかもね、よく映ってて、いやいいカメラを買ったなと思います。だからこれやっぱカメラ頭につけてるとなるとね、下を映すときなんか大変で、でまあ、今ちょっとちゃんと撮れてるかどうかは分からないんですけど、東京ステーションホテルのねタクシー乗り場のところまで来てるんですけども、まあ、前方が交番で左が丸の内の南口ですが、まあやっぱ綺麗いい映像が撮れてるな。自転車に乗りたいところなんですけど、まずは歩くところから歩く映像を皆さんにご覧に入れるのも価値があるだろうというのが一つと、まあ、それからもう一つは、単純にですね、この東京駅のこの JR の敷地の中では自転車に乗ることが禁止されているからです。これあれだな、手元のやつすぐ消灯しちゃうんでね、ワンタッチで画面をつけて確認するっていうのがちょっと難しいのがめんどくさいところですけど、 GoPro っていうのあるじゃないですか。GoPro はね画面を確認しながら撮影するってことはもちろんできるようにはなってるんですけど、スマートフォンと連携するらしいんですよ。でスマートフォンって大きいし自転車とか乗ってる最中に操作しづらいんじゃないかなと思いますしね、雨とか降った時もなんかめんどくさそうだし扱いが、まあ、スマートフォンよりも小型のコントローラーが1個ある方が私としては扱いやすいなと考えて、こういう風にした次第です。うん、まあじゃあちょっとここからもう乗っていいのかな、まだ一応 JR の敷地か、ここからスタートすることにしますか。今度は自転車ね、私の声が全く入ってなかったら後でナレーション言えることになるはずですけど、多分ね全く聞こえてないってことはないとは思うんですけどね、これ難しいな。自分の首をあんまりうかつに動かせないですもんね。逆に上をこう見上げればね、こうある程度上の画角が見えることなんですけど、私自身が本気でこのビルを見上げてしまうとちょっとまた違った景色になっちゃうわけですよ。自分の頭のちょっと高いところに設置されてますから、信号が今から赤になると思うんですけど、ちょっとこう青になると思うんですけど、広角だから分かりづらいですよね、何色してるかって。これどうなんだろう、今ヘルメットが結構緩んだ状態で乗ってますんで、まあ、それ自体あんま好ましくないかもしれないけど、緩んでると振動が結構きますか、あんまり気にならないですかね。ヘルメットが今ねガタンと大きく揺れたんですけど、どうだろうな、なんかでもあんま気にならないような気もするな。アクションカムというだけあって相当手ブレ補正はしっかりしてるようですが、でもヘルメットはやっぱり一度きちっと締めよう。右側が東京中央郵便局ですね。いやヘルメットをしっかり締めるとなんか顎が気になるんですけど、息もしづらいしな、あんまり嬉しくないけど、よしこの状態で引き続き、あとは風切り音多分入ってると思うんだよ、普通に入ってるでしょうかこれ。いや本当はですねマイクも自分家にあるやつをつけて持ってくるつもりだったんですけど、よくよく考えたら私の持ってるマイクはUSB でパソコンに差し込むやつで、このカメラは対応してなかったんだから、ちょっと今回はマイクなしで、どの程度風切り音が入るかのテストになってしまったんですが、ただコンビニとか行けばこういうカメラに対応したマイク付き の, 通話用のイヤホン売ってるんじゃないですかね。あれ使えば多分ねマイクを外付けにすることもできると思うから、後でやってみましょうね。前方が東京国際フォーラムですよ。もともと東京都庁があったところですね。現在新宿に移転しましたから、90年代までの話ですけれども、あとこれは楽しいんじゃないですか。東京駅のね下のガードをくぐるなんていいでしょう。ホームレスさんもいませんから大声で喋っても大丈夫だ。
どんな風に見えるかな。ちょっと暗いかな、やっぱりね。明るいといいんですけどね。これ私がカメラの方向けばこっちに明るさを合わせてくれたりとかすんのかなと思うんですけど、ちょっと本店はあんまりいただけないな。せっかく明るいっていうかね、いい雰囲気なんだから、やっぱこのビデオカメラじゃないとちょっとこの雰囲気をうまく映すことはできなかったな。よし、じゃあ今ね、火事橋のところまで来てるんですけど、一旦撮ってですね、ああ映ってるな。で、これで、ヘルメットのモードを取りやめにして、ここにくっつけるやつとかも買ったんですよ。だからこのハンドルにつけたら今度はどうなるのかってもやってみたい。まあ私の予想ですけど、多分ね、ハンドルにつける方はうまくいかないと思う。映像はまあそれなりにいいかなっていう気はするんですけど、多分音が相当ガタガタガタピシピシピシみたいな音が入ってくるんじゃないかな。持ってきたはず。あったあった、これを使うんですけど、ね、見えます？ちょっと暗いかもしれないからな、明るい方向を向いて撮りますけど、これだったらどうだろう、明るく映ってるかな。ああ、これ明るいところならいいな。こういうやつをね持ってきたんですけど、結構あれですね、近くまで近づけないと見えないようになってます。あとはあれか、私の顔がこう端っこのところへ行くとこうゆ歪みますよね。誰だお前みたいな感じになって。私あんま広角のカメラってね、まあ広角はいいんだけど、広角は好きじゃなくて、なんか次元が歪むじゃないですか。ちょっと映像を見てるって感じがしなくなっちゃってね。なんか気持ち悪いですよね、こういうのね。あんまりちょっとどうかなと思うんですけど、まあそれは景色の方だったらあんま気にならんでしょう。そういう方面で使いましょうね。手元は携帯電話とか撮った方がいいわ。で、まあこれなんですけど、まあくるくる回して多分ロックを解除するんだろうな。取り付けそのものはまあ非常に簡単でしたけどね。こんだけ拙者でやってると、まあ今までにない絵が撮れてるのかなって感じがしますね。これ上にあったら固定すればいいんだな。まあこんな感じなんですけど、見た目はまあいいっすよね。普通に良さそうだよな。これの状態で録画したのと比べてみてもらえますか。まあこういう感じ、多分私が撮ってんのもね、入ってんじゃないの、入ってるわ。この時計見ると入ってるんですけど、まあいいとは思うんだけど、問題はね、これが多分進む時にガタ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 っていう音がするんじゃないかと思うんですよね。今まだ押してるだけです。特に進んでいませんけど、これどうなんだろうな。この程度の前進でも風切り音するかな。一応ね、メーカーの方では風切り音はすごく低減しましたみたいなのが書いてあったんですけど、まあ正直信用に値しないんじゃないかなと思うんです。申し訳ないけど、まあそれは考えてはくれてるんでしょうけど、あ、これあれだな、そもそもの問題でちょっと上を向けた方がいいな。じゃないと地面ばっか映ってますもんね。東京においてはね、もうこの方が楽しいでしょ絶対。前方がグラン東京、サウスタワーって言ったかな。これは地下で、東京駅の地下の、あ、すいません。ちょっとね、人が携帯電話を、あれしてましたんで、操作してて、まあそこでくつろいでる人がいましたんで、要するにね、うるさかったかもしれないな。どうでしょうね、この価格。ビデオカメラの時はね、相当これ苦労したんですよ。まず動いちゃって困ったんですが、動かないというだけでもいいしね。それから多分、ガッタンっていう振動もそんなに多分、この映像には大きな影響はないなと。で、この手を動かすのでハンドルですから、まあ、その動きもですね、おそらく多少はこれにかかるはずなんですが、今ね、まあまあ左右に振ってるんですけど、あんまり映像には影響なさそうですよね。だからその点ではいいんだけど、多分やっぱりその音の方が問題が大きいんじゃないかな。まあ言ってますけど、ガタンって音多分相当入ってるでしょう。で、それからね、風の音も今ちょっと私少し鏡目にしてね、自分の声をマイクに近づけて撮ってますけど、風の音もやっぱり結構入っちゃって聞き取りづらいんじゃないかなと思うんですよね。だからこのままとりあえず銀座の方に行ってみますが、どっか途中、有楽町あたりにコンビニとかないかな。銀座はコンビニなんかないかな。まあ多分ね、進行方向を逆向きにして自撮りみたいなのをする使い方だったら、まあ割と音もガッタンという振動のほかね、風の音はそんなに入らないのかなっていうような気がするんです。マイクが進行方向と逆を向いてますから、まあ、ただちょっとこの映像不自然ですよね。多分僕のこの両腕がなんか変にニュッとなっててね、あんまなんか人間を撮るためのカメラじゃないんだなっていうような気が使っててとてもします。で、コンビニに行ってさっき私の言ったあれを買いたいんですけど、まあそんなこと言ったらあれか、小野田さんが気持ち悪いみたいな感じになっちゃうけど、小野田さんの映像でもそんな見てて不自然なのないから、多分まあ撮り方によってはあれなんだろうな、そんなに気にならずに使うことはできるんでしょうけどね。どうなんだろうな、国際線のね、ビジネスクラス の機内食の紹介とかするときに、このカメラ、これ 4K 対応なんですけど、
あの小野田さんのブログも見たし、僕も同意見なんですが、そんな 4K だからっつってあのみんな一概に画質がいいかっつって、ただ画像のサイズが大きいだけね、あの画質が本当にいいかって、それはまた別の話みたいなんですよ。なんかこれよりもスマートフォンとかの方が、あのいいんじゃないかなっていうような気がするんですけど、ちょうどここに寿司屋があるわ、この寿司屋皆さん見てください、これですけど、あのね、多分こういうスマートフォンとかの画質いいやつを撮った方が圧倒的に綺麗なんじゃないかな。このスマートフォン多分 4K 非対応、 4K 撮れるのかな、 4K 撮れるかもしれないわ。なんか撮れるようなやつだったらそういえばそうでしたけど、まあこれ綺麗ですよね。それに対してね、まあ、今このリモコンで見てる限りなんですけど、多分ね、まあ、明るさとかの関係もあると思うんだけど、あでもまあ綺麗は綺麗か、綺麗かな。あーそうね、まあ寿司の皿が全部映ったりとかしますしね、意外といいかもしれないわ。でもなんか小野田さんの映像とか見てた時にあのいつも気になってたんですけど、あのこんなこと言ったら小野田さん悪いけど、あの鮮やかさがないなっていつも思ってたんですよ。そしたら本当失礼なことして申し訳ないんですけど、だからね、あのそういうなんかここぞという場面で使うようなあの使い方がちょっとできるのかなっていうのは今あの疑問視してるところですね。やっぱなんかビデオカメラのズームの能力とかね、それからあのスマートフォンとかのあの画素数ってわかんないけど、あの鮮やかに加工された感じとかね、そういうのとはまたちょっと違う使い方は、あの場面を考えてしっかり使った方がいいなっていう感じがします。でも自転車はまあいい使い方だと。あ、そうそう、コンビニ来たんだからコンビニで買い物しないといかんわ。ダメ、あのね、イヤホンは売ってなかったですさ。もうそもそもイヤホンがなかった、なんでないんだろうなと思ったんですけど、あのイヤホンにさらにマイク付きのやつっていうと、まああそこにあるあれ、今ロフトでも無印良品でもなかったし、なんかああいうとこ行きゃあんだろうけど、まだ朝の4時ですからね、そんな売ってる店なんか存在しないよな。しょうがないか、これ行くしかないですね。まあともかくちょっとこれからしばらくあのスピード出してまっすぐ走ってみていいですか。どんな風になるかね、試してみたいもんで。これね、手元のコントローラーにマイクがついてりゃよかったんですけど、やっぱどうしてもカメラ本体がマイクなんでね、音がどうしたらいいのかっていうのと、あとは全然関係はないんですけど、銀座って結構朝の早い時間でも人がいるんですね。だからね、ちょっと撮りづらいですわ。左にあったのは銀座の三越です。今通り過ぎた4丁目の交差点が日本で一番地下の高いところですよ。ちょっと段差を乗り上げてみよう。あ、大丈夫かな、大丈夫そうだな。全然なんか振動するとかいう感じではなかった。今ですね、回してたらこんな感じのエラー画面が出てしまって、でこれは何だろうと思って見たらカメラの録画が止まっちゃってたみたいなんですよね。まあ、多分充電が切れたんだろうと思って見たら、4つあるやつがね全部ゼロになってました。でさっき3から始まったんです。フル充電の状態で来てはいなかったんですけど、でも、どうなんだろうなこれ。今からね、今度じゃあ、今の時間とか確認して、多分4時10分とかだと思うんですけど、もう4時40分になってる、ごめんなさい、全然違った。4時40分なんですけど、もうここからはね、あとはずっと頭に固定した状態で、どれぐらいバッテリーが持つのか最後に確認してみようと思います。まあ、だから音楽を流しながら適当に私サイクリングしますんで、まあ、皆さんよければ字幕かなんか簡単な、ほんと簡単な紹介だけしますから、ついてきてみてください。